井上勝正は、日本の元プロレースラー。本名、井上不分。2002年6月30日、立川競輪場駐車場大会の対、松崎春馬戦にてデビュー。1995年、達夫塾に入り、シュートボクシングを始める。その後、達夫塾本部による格闘家集団、レックスジャパンの一員として大日本に参戦。 そして2002年6月3日の試合後、プロレスラーになりたいと表明し、第2本所属となる。テスマッチ団体を合語する同団体の中で、レスリング路線のエースとして君臨。主に第一試合に出場。イーグルプロレスの近藤博之とタッグを結成していたが、互いにプロレスデビューが遅かったことから、チーム若作りというチーム名となる。チーム若作りは、 一時期大日本の第一試合に欠かせる存在になっていた。晩年はハードコア戦線にも参入している。その熱血ファイトスタイルは2007年4月と7月に対戦した新日本プロレスの中西学をも驚かせて高い評価を得た。2009年4月より過去に痛めた両膝の治療のため欠場していたが8月2日自身のブログにて膝の負傷に合わせ 以前より右目視神経を負傷していたことを告白し、会見にてレスラーを廃業することが発表された。引退ではなく廃業とした理由はタイトルを一つも獲得していなかったためと説明する。8月28日後楽園大会、引退セレモニーを行い、正式に引退した。その後はイベントで訪れていた横浜のスーパー銭湯をお風呂の国に入社し、10月から 自身の新ブログを解説11月3日横浜にぎわい座大会において宣伝をするなど大日本との関わりを現在も保っている。ありがとうございます。